何歳になっても勝負できるんだと。社会に意義のある格闘技。3、2、1、カモン。代表者の方からお願いします。ではビッグ選手よろしくお願いします。はい、お願いします。45歳のお疲れ様でした。もう本当にいじめです。自分で自分をいじめ抜いてるって感じですか？そうですね、なんかもう S と M が共存してる感じなんで、この不安とかが出てくる分、それをかき消すのはもうそういう追い込みだと思ってるの でやったことにしか身にならないと思ってるので、まあそういう意味では徹底的にもう一人の自分が自分を追い込むしか方法はないなと思ってます。今回フリーナックの第一戦で、今回の公開練習はターゲットが舞台ですけども、ターゲットで練習することが多いんですね、最近は。そうですね、週2はやらせていただいてて、今週は最後週3やらせていただきたいなと思って。フリーになって一番きついのは仲間とできなかったり、さっきのビッグミートみたいに声をもらったりとか、まあ、そういうのが少なくなってしまうので、そういう意味ではターゲットに来させてもらって多くの仲間ができて、で、まあ、いろんな声をもらったり、めちゃめちゃ人が良くて、本当になんか僕みたいな人を普通に受け入れてくれて、でかといって手を抜くわけでもなく、しっかりと正面から向かってくれるので、まあ、本当にこの場に来れて良かったなっていうのはめちゃくちゃ思ってますね。以前と比べて練習メニュー的にはやっぱりちょっと違いはありますか？そうですね、もう決まりきったメニューがあって、まあ人数も少なかったので、以前の道場はやれる相手が限られてる中で言うと、まあ、今回ターゲット来させてもらって、多くの人も10人以上の選手と毎回マススパーとかいろんなのやって、その都度アドバイスをくれるので、いろんなタイプの選手がいろんな角度で情報をくれるっていうのは、まあ、間違いなく僕には今適していてて、でもそれは素人から始めたら難しかったかもしれないんですけど、まあ、ある程度2年以上重ねた結果、ベースが少しできた中でのこの新しい情報、これはあと自分がどうやって取捨選択するかだけなので。先日記者会見にも出席されましたけども、結構緊張感を伴った会見だったと思うんですけど、いかがでしたか？いや、そうですね、もうなんか手合わせもすごかったですし、久々に緊張という意味で、ただ場所的なところで言うと、最初のファイトクラブのあの場所、まあ、控室、すっごいちっちゃい控室入ったら山口兄弟がいきなりいて、僕はスタッフと間違えられて挨拶されたんですけど、俺も出るんだよっていう話をしながら、あの時の方がどっちかって言ったら殺伐とした感じはあったかなとは思いますが、でもやっぱりまあ、目指せ山みたいなことをね、僕はまあ公言して、ね、大舞台で言ってるので、その張本人がいたり、まあ、他にもね山口兄弟いたりとかっていう、こう名だたる選手がいる中で自分がアルバイトに立てるっていうのは、まあ、いい緊張と高揚、やっぱワクワクもめちゃくちゃありましたね。
今も話に出たヤーマン選手ですけども、あの前半戦出場する選手にもっと面白いことを言ってくれってきついことも言ってましたけど、あの言葉を聞いてどんなことを思いましたか？いや、もう僕もそう思いましたよ。あの僕以外の人っていうことで、まあ、僕が人を煽ったりとかっていう立ち位置でもないし、僕はそこでどの方っていう感じでもないので、他の選手が、まあ、そういう風にねすればいいなっていうのと、ただやっぱ前口大輝選手がもうちょっといい煽りをしてくれるとね、彼がもう少し突っ込んできてくれたりすると僕も言いようもあったんですけど、まあ、まあそこはブレずに自分らしさを出せたんじゃないかなっていうのは思います。まあ、ファイトクラブの空気とはちょっと違ったかもしれませんが、でもあれが僕らしさなので、僕は僕の道を行きたかったなっていう感じですね。あのプロレスラーが強いんだぞって部分を前面に押し出して戦うってことを宣言してましたけど、あの発言を受けていかがですか？いや、サッカー選手も強いんだぞって言ってやりたいなって思いますけど、まあでも現役の彼はプロレスラーで、僕は現役のキックボクサーなので、そこのプロレスラーが強いんだぞっていう言い方はちょっと違うかなと。まあキックボクサーとして結局リングに上がるので、プロレスするわけじゃないんでね、そういう意味で言うと彼のキックボクサー人生、ね、何十戦もやられてますし、もちろんそこには僕もリスペクトは持ってますけど、じゃあこの現役退いてた中で、まあ、このタイミングで復帰して、僕としては素晴らしい対戦相手で楽しいんですけど、まあ、彼がじゃあそれ相応の戦いをするのかと、そんだけの能力がまだ残ってるのかというところはちゃんと見極めたいですし、これで負けるとプロレスラー全員が弱いってことになっちゃうんで、変に背負いすぎない方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと基本的なことを伺いたいんですけれども、このリング、まあ、もしくは格闘家でこう目指す目標っていうのは何なんでしょうか？あのそういう意味で言うと、何のために格闘技やってるかっていうと、すごくベタなんですけど、とにかく僕は勇気与えたいので、まあ、年齢なんて関係なくて、40歳から J リーガー目指して、43からまあ格闘家転身して44でプロのリング立って今45です。まあ、20代も30代もそうですけど、年齢言い訳にしてやっぱ前に進めない大人がやっぱ増えてきてしまってると思うので、まあ、そんな日本が僕はつまらないなと。何歳になっても勝負できるんだと、ほら見ろか、見た見たことかと、俺が思いっきりやる姿を見てもらうっていうのが、まあ、非常に大事だなと思うんで、僕がリングに立っている理由はもう勇気一つですね。とにかくそれを、まあ、与えたいというか、とにかく届けたいです。見てる人に、あ、いつ何時何があっても今が一番若いんだなと、それを届けられるんだったら何だって始めていいんだって、自分が思ってることをスタートしていいんだって、そういう思いをやっぱりしっかり伝えていきたいなと思います。例えばその目に見えるもの、ベルトとかそういったことはあるんですか？あ、正直ベルトとかはないです。あの勝った時にもらえるトロフィーだけで十分僕は嬉しいっていうのがあるので、ああいうのがすごく幸せの一つでもありますけど、ベルトとかっていうのは気にはしないです。ただランキングだったりとか、なんかやっぱあいつ強いなとかっていう評価はどうしても僕もやっぱり競技者なので気にはなります。自分の立ち位置がどんだけのものか、あいつは未だユーロものなのかとか、未だ茶番なのかって言われるのはやっぱり嫌なので、本物の格闘家としてそういうところに名を連ねるっていうのは興味はありますけど、優先順位の1番2番ではないです。ただ、さっきおっしゃったように、言ってくれたように、あの興味がないって言ったら嘘にはなります。そういった他者からの格闘家としての評価、目に見える評価としてやっぱ取りに行きたいな、何か自分もそういうところに勝負したいなっていう思いはどっかやっぱり競技者として残ってますね。そのヤーマン選手とその対戦したいっていうのはどういうこう気持ちなんですか？あ、もう一個です。やっぱり山の戦い方とか、山選手のその成り上がり方というか、持ってるバックボーンで、今あのシングルマザーの人たちを招待したりとか、そういう社会に対して実は貢献してる力を格闘技で使ってるじゃないですか。で、格闘技の僕良さってそこだと思って、てかスポーツの良さはそこだと思ってるので、何か社会に役に立つ、社会に貢献できること、ただ自分が気持ちいいとか自分が成り上がりたいだけじゃなくて、それが誰かの役に立ってるってことがすごく大事だなと思った時に、めちゃくちゃシンプルに分かりやすいメッセージを発信してるので、格闘技のあり方の一つが、格闘技のその武士道の道というところのあり方の一つに僕はリスペクトをすごくしているので、彼とやっぱり思いっきり勝負して、僕も不登校だったりとか発達障害だったりとか、まあ、もともとそういう仕事をしてたのもあるので、そういう子たちへの勇気、何か一歩踏み出して社会に復帰する、社会で輝けるチャンスを僕も与えたいと思うんで、彼とバチバチにやり合ったら、そういう社会に意義のある格闘技、もしくはライズが目指しているそういう、まあ、青少年育成だったりとか子供たちに向けて思いっきり表現できるんじゃないかなという意味で、僕の中で一応聖地ヤーマンみたいな感じではあります。なるほど。あの相手をリスペクトしてるからこそ、みんなにそういう試合を伝えたいということですか？そうですね、もうそれ以外ないです。なんかぶっ倒してやりたいとか、なんかそんなことよりも最高に格闘技を持ってる一番本質的な部分を見せれるんじゃないかなって。もちろん今は彼にとって全くもって眼中にないと思います。今やったってどうなんだってあるかもしれないですけど、それでも僕は言い続けることが大事だし、40で J リーガーになるって言った時に周りみんな引いてたんで、でもなったんで、そういう思いで、とにかく今周りが引くようなこと、バカじゃないかって言われるようなことを堂々と言えるかどうか、
それが僕は人間の成長にも大事だと思ってるので、そこに挑みたいなと思ってます。わかりました。あと今回ですね、朝倉未来さんの、軍団というか対抗戦というのが上3試合で行われますけれども、はい、結構その朝倉軍団のなんかパワーがすごくて、ちょっとこうヤーマンさんとか押されてる感じがあったんですけど、外から見られてどう思われたんでしょうか。いやもう楽屋というか控え室でそこ言えよみたいなね、めちゃくちゃありました。試合より僕は盛り上がってたんじゃないかなって自分では思うんですけど、やっぱり相手の土俵に乗ったらダメなので、結局最近の会見とかって論破するかしないかになってきて、本当に何を伝えたいかを忘れてるんですよ。で、論破するってなったら彼らは彼らの土俵のものを持ってるんで、それはめちゃめちゃ強いんですよ。で、うまく三者三様で朝倉未来選手が入れながらも、他の2人がバランスよく取った3人の軍団っていう形での論破大会になっちゃってたんで、そこの自分が何をしたいか、自分がどんなことを伝えたいかっていう一つのメッセージをやっぱり発信するっていうことが、ああいう瞬間僕は大事だと思ったんで、もっと強いメッセージ持っとるやろうというのは正直思いましたね。言葉合戦するんじゃなくて、あなたが伝えたいメッセージは何ですかと、それこそ何のために格闘技やってるんですか、それを言えばもう一発で僕は終わった気がするし、それだけのメッセージは持ってるはずなんですけど、そこは僕は残念だったなと思います。あそこに一人オブザーバー席で俺置いてくれよって思うぐらい、俺あそこから援護できたぞみたいなのあるんですけど、身が引き締まる思い、そうですね、やっぱりいよいよっていう感じですね、こうなると。でもやっぱり人前でこう喋って自分に火をつけるじゃないですけど、そういう瞬間がやっぱ必要だなと思うんで、こういうのがあった方がここから残り今週思いっきり上げ切って、最後しっかりトレーニングして、どういう状態になってるかという感じですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。